新海運は、日本の競争は勝ち倉は朝日チャレンジカップ、中日新聞杯。場名の由来は、冠名、新二海分1995年デビュー1年目に2勝を挙げ、日本ダービー出走権をかけ NHK 杯に挑むも、大敗、その後骨折のために年弱の休養に入る。1997年春の復帰後、 条件戦を順当に勝ち進み9月の朝日、チャレンジカップにて、新チェスト3区の重賞初勝利を記録。そのまま秋の中距離戦線に進み毎日王冠では、バブルガムフェローに、金差の4着、生涯唯一の GI 出走となった、天皇賞では、穴人気にも支持された。続く京半杯9着後列歪めにより2度目の長期休養となる。 1999年コース相性の良い中京競馬場にて中日新聞杯を制止二度目の重賞タイトルを獲得するが以降は不振が続き2000年京都金杯16着を最後に障害入りとなるしかしその入り小所戦にて落馬した際に左上腕骨骨折を発症そのまま予後不良となった長期休養を繰り返した父馬同様に脚部の弱さを受け継ぎ 新海運も故障で二度の休養をしている。一方、1995年は5月までで7戦、復帰した1997年も故障で休養となるまでは10戦と安定してレースに出走をしている。中日新聞杯に起乗し、自身6年ぶりの重傷価値を上げた内田光一騎手は以後引退する2008年3月まで重傷勝利はなく、これが 最後の重症勝利となっている。ありがとうございます。